皆さんこんにちは神谷宗平です。本日も前回に引き続きまして、広さんにお越しいただきまして、えー、韓国の現状について、えー、お話をお聞きしていきたいというふうに思います。広さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。いやだんだんこう話が深まってきてですね、<laughs> すごく興味深いんですね。<laughs> もともと前々回日韓関係の話から、はい、まあそのパクさんパクネ大統領がですね、はい、まなぜ失脚したのかというようなことで、はい、まあそもそもその弾劾のきっかけだったね、はい、事件自体が熱望されたもんじゃないかと。はいはい ということが、まあ、韓国では話題にはなっているものの、はいはい、マスメディアは統制されて,て、はいてなかなかこう国民全体そして海外にね、はい、広がらないようになっているという現状をお聞きしてちょっとショックだったんですけど、はい、じゃあ今、その情報を抑えている、まあ、もしくは言えばパクさんを失脚させて政権を取ったムン・ジェインさんですよ、はい、この大統領がですね今何を狙っているのか、はい、どういうことをしようとしているのかについて、はい、今日ちょっとお考えを聞きたいと思います。はい、はいはいえー、っと まあ、そしたらムン・ジェインです、ね、はい、国をどうするか、うん、それを考えてみるとあの、まあ、結果的に話すると早いうちで、はい、話すると見ると、うん、あの朝鮮を、はいまあ、韓国と北朝鮮ですね、うん、を連邦主義で統治しようと考えてます、はい、連邦主義これ連邦主義って、まあ、低い段階の連邦主義って言うんですけど、はいはい、これは、ね、北朝鮮が 70年間ですねずっと出張してきた高麗連邦主義ってあるんですよほぼ一致する内容なんですけどそこをですね政権はもうています例えばですねムン・ジェイン政権が今年5月9日大統領選挙があって41%で大統領になってその支持率でですね政権を取ったんですけどそこからまずやったのがですね政権を 引っ張っ張ていくために例えば日本だったらですね、うん、外務省内務省とかあるじゃないですか、はい、そういう部署を全部、ね、作られてきじゃない、うんはいけないんですよね、はい、任命したりとかでまあそういうがあるんですけど、はい、そこを結構、まあ、いろいろあってなんとかしてですねあのやっとですね最近やっとこう全部形になったんですけど、はいうん、それが今まで韓国の民主主義の一つの、はいまあ、国を運営する、はい まあタイトル中心じ制度のあの国だからですね。そうなんですけど、びっくりしたのがその内務省、外務省、国防省とかそういう長官があるはずなのに、まあ日本だと国も国防の総理ってですね、総理がってそういう長官がいるんですけど、そこの上に委員会って作ってるんですよね。その委員会って名前で作って、それ委員会ってよくあの共産主義の革命 起こした時何々委員会ってよく昔ですねそういう言葉あるんですけど TF って言ってですねタクスーっていうそういう委員会を作って多分554会所例えば国務省があったら国務省上にその委員会作るんですよ。内務省があったら内務省上にその委員会作って外務省あったら外務省委員会作って全ての 国の運営するところに委員会作って。で、地方の中でもですね。あの、国が運営する、そういう。国の公務員とかいるじゃないですか。なんか、何層とかある。そこに、あの、委員会作るんですよ。それが。小役、こう、四箇所作ってるんですよね。そんなに作ったんですか。で。そちは民間人なんですよ。民間人から。あの、そこを作って、委員会作って。あの、今まで。国の組織があったはずなのに、それを。 ほとんど無視してそういう人たちがそこを上に乗せてそういう人たちはいわゆるムン・ジェインと今のムン・ジェインを支える秘書市長イン・ジョンスってですね国の権力全部握ってですね運営してるんですけどそういう人たちと同じ覚醒を運したいわゆるキ日成ルソン主体師匠 まあ中には丸くニス主義をずっと何十年があの生きた人間たちをですねあのまあこのムン・ジェイン政権がなる前にまあいろんなこう市民団体とか名前の形でトップになってまあ前の政権をですね倒すために頑張ってきたそういう人たちをみんなそれぞれのところにトップに出してそういう人たちがですね 国に全部動かすんですよ。え、それって各省庁、日本だったら省の上に大臣がいるじゃないですか。ね、なんとか大臣。それの上なんですか。上なんですよ。ありないですよね。じゃあ官僚と国民から選ばれた議員の上に民間の委員会を作っちゃったってことですか。そんなことできるんですか。だからそれがですね、もうできないんですよ。できないんだけどムンジェイン政権はもう勝手にですね、国民を無視してそれ作ったんですね。それはですね。 今年11月28日韓国の国会の副議長シン・ジェッツェルっていう副議長がいますその野党なんですけどその人も覚醒運動したいわゆるキム・ジェッツェ首相っと覚醒運動した立場にあった人なんです今はちょっと考えが変わってるんですけどその人がですね国会で記者会見を開いたんですよ。 年の十1月28日にムン・ジェインとイ・ム・ジョンクソ秘書室長ですねそれとス・フンって国家調布委員長ってアメリカだったら CIA とかそういう立場にある人なんですけどそういう人をですね内乱罪で控訴したんですよ検察に。そそのを作ったことでれは 韓国の自由民主主義の邦治に完全に違反する憲法違反ということで、これは内乱罪、内乱の罪だって言って、あの国会でですね、あのその大憲一国の憲職のタイトルとその次のですね秘書秘書とあの市アの長官ですね、そういう人をですね、もう内乱罪で検察に控訴してたんですよ、控訴してたんです それがまさしくさっき言ったですね、はい、私が言ったそういう委員会 TF 作ったそういう委員会が完全に憲法違反、うんはい、内乱で内乱罪に対しては大統領は弾劾されます、うんはい、そこはあの憲法に書いてあるのでだから今の大統領は弾劾しないといけないということをはっきり一国の国会の副議長が国民に対してですね、うんはい 世界に対してて、うん、記者会見開いて、はい、これはもうあの韓国ではもうすごい問題になって、はいはい、今でも問題なんですけど、はいうん、でそういうことはですね残念ながら日本では一切、はいまあ、報道されないのが、ね、ちょっとあの残念なことなんですよね。なんで パクさんを追い落とす時はあれだけ報道したのに。そうなんですよね。ムンジェインさんになると、急にメディア優しくなるんでしょうね。それは日本のメディアの不思議なところですね。はい。あそれはでも、私もちょっと詳しく知らなかったですけれども。では、結局その委員会を作って。で、ムンジェインさんは、まあ、ある意味、そういう、なんていうかな、国民の代表というよりも、まあ、自分の。それこそまさに、あの、よく安倍さんが言われるお友達。で、固めて。で、こう、北朝鮮との、合法体制を。 作ろうとしていると、そうなんですよね。いうことですよね。例えば一つだけですね。そのあの子役五十四の委員会の中で一つは教育教育教育長官って言いましか。はいそこで委員会って何しようかはい。その教育まあ教育のまあ長なってる。はい。そのまああの人もそうなんですけど、そこはですね、恐ろしいことが韓国の大学の教育の。はい。 私立をなくそうとするんですね。全部国立する。全部国立して、あの国がお金払って、まああのタダで格好通いで、もうなんか今の学生だから見ると、おおでパッと聞いたらですね。あのいいと思うじゃないですか。まあ無料なれば嬉しいですよね。それと例えばあの日本だと東大です。韓国のソウル大学。これもあの 例えばソウルだけじゃなくてデグとか釜サンとかですねそういう大学を作ってどこでも授業を受けるようにこれは何社会かというと共産主義社会なんですよみんな平等にしちゃって実力あってもそこを国が国立になっちゃうと国が支配するじゃないですか考え通りでカルキュルムとか中身も全部決めちゃうじゃないですか。それ考えてみると そういう恐る仕事をやろうとするんですよねだから自由民主主義はあの競争社会ですよね競争だし多様性がないためですねいろんな競争の中で個性があってやっぱりこっちも優れた人もいるしこっちも優れた人いるじゃないですかそこで私立の大学があってその大学のあの個性があって特性があるじゃないですかそれを全くなくして国が完全に握って国言う通りの それを今やろうと、その委員会がですね、まあ例えば話なんですけど、まあ他のその委員会もですね、そういうことを全部共産主義に行こうとする国の政策というか、あのを作ろうとするのが今そういう目的だと思いますね。なるほど。いやでもそんなことやられたらますます反日教育されそうですね。そうなんですよ。そこなんですよ。ムンジェイン政権が一番政権を維持するために利用する中の一つが キム・ソンヒョン大首相の主な内容はですね米米日日なんですよだから彼は何にしようかというとまああのちょっと核の話すると北朝鮮が何であそこまで命かけて核を作ろうとしうかでまあいろんな意見があるじゃないですか対話とか会話とかですねするんですけど。 もう私ここで,ですね。はっきり言いたいのは。ははい、金正恩は死んでも過去を諦めません。はい、もうそれはですね。もう間違いない。うん、もう。絶対過去を諦めません。はい、それは。あの日本のマスコミもよく取り上げてるんですけど。あの体制維持するために。それは間違いありませんけど。はいはい、もう一つ大きなものはですね。はい、あの日本のマスコミ、あん、あんまり。あの取り上げないのが。はい その体制維持するだけじゃなくてもう一つ大きな核を持つ理由がですね朝鮮化統一なんですよそれは1953年今キム・ジョンのおじいさんなの金日成がですね韓国戦争ですね本当は勝ったはずなのに途中で曲げて逃げてですね中国が入ってきて半分に分けて今状態になってるんですけどその時にスターリンからですね あの戦争を最後の終わるまでムーギョを完全に支援する約束はあったんですけど、途中でですね、スターリンが裏切ってムーギョですね、うんはい、援助しなかったんですよね。それがはいあの負、ー、けた理由の中で一つだって、うん、あのー、彼が思って、でじゃあそしたら核しかない。うん、そこから朝鮮統一するためには核しかないってことを宣言したんですよね。はいうん、そこの歴史があるんですよ。はい、そういうことを考えると今の金正恩はですね。 三段階を続けて自分は完成するって統一当選の石化統一は完成するって、はいうん、それは一つはあの軍事力によって戦争、うんはい、もう一つはあのー、政治によって統一、はいはい、それが、あのー、さっき言った私が言った主主義義、はい、低い段階の年主義です、うん、でそれは各、あのーあのー、国同士でを認めるんですけど、はい、そこで、うん、あのまあ あのアメリカ連邦主義じゃないですか。そういうと感じで、あの各党のリーダーが出て選挙やるんですよね。選挙やってリーハッてリーダーがその挑戦の大統領になる。それ考えると、まあ国民は数はですね。あの韓国は倍ぐらい多いんですよ。多いです多いんだけど、北朝鮮はですね、労働と一つしかないんですよ。リーダーは一つしか出ないんですよ。あ割れちゃえば、韓国はもう多分ね。 あの十個ぐらい割れちゃうと思いますよそれはもう歴史が教えてくる今もそうなんですよそれを考えると韓国の中で朝鮮労働党支持する人がいっぱいいるって思ってるんですよそれをあの考えてですねまず韓国の政権が北朝鮮新北朝鮮の政権が完全になったと思うときに戦争をやるといろいろ被害があるじゃないですかそれより もう選挙で、はい、あのー、やると、はい、北朝鮮の勝ち目があるっていうことが、はい、北朝鮮の長年の、はい、あのー、戦略戦術なんです、ね。はい、それがその政権がまさしく今文在寅政権と思ってるのが北朝鮮なんですよね。なるほど。それで今文在寅は、はい、あのー、この連邦主義の行こうとするために、はい、今韓国のあの憲法変えてるんですよ、ね。はい、憲法 昨日に書いてそれを憲法変える、はいはい、まさしく先頭に立って動いてるのがさっき私が言った、うんはい、T.F. のですね、はい、あの委員会たちの人たちがそういう,うん、うん、トップの人たちがそういう考えを持っているんですね、はい、そこを行こうのですね、はい、一番前提になるのが韓国から米軍、うん、アメリカ軍隊を追い出すこと、はい、それと日本と関係を 最悪の場合を作ること、うんうん、これが前提なんですよ。はい、そこをまずあの文在寅政権がですね、はい、やろうとするのが、うん、この韓国と日本の関係をですね、悪化させて、はい、で今年10月31日ですね、今あの韓国の外務大臣韓建国外務大臣がですね、うんはい、あの三つの負のってあの法則を言い出したんですね。はい、それが何かというと、あのまず これ以上のサはしないそれともう一つはアメリカ中心したミサイル防衛の COSC ですね MD っていいんですがこれも参加しないそれともう一つは日米韓の軍事協力から軍事同盟に行くってことを絶対しないこの道をですね国会で外務大臣が宣言しちゃったんですよね。それを 中国と裏で約束してしたんですよそこを中によく見るとやっぱり日本と韓国の今の軍事協力とか環境ですよこれから絶対しないそれとサード配備はですね北朝鮮がもしミサイル核をミサイル飛ばした時にそれを落とさないといけないのにソウルを重視した首都圏の韓国民はですね半分が住んでます2500万人が住んでるんでこれは。 サードがないい。と絶対守らない、うん、なのはずなのに、うん、もうこれからサード配備はこれ維持しないということを宣言したんですね。はいうん、これはまさしくあのー、米韓の同盟も壊す、はいうん、日本と韓国の,あの友好関係も壊す、はい、これが一つの目的ですね、うん、これは北朝鮮がずーっと出資した内容と全く一致する内容なんですね。はいなるほど いや、本当に今のことだけでもやっぱり日本でよく知っておくべきだと思いますけれども、はいはい、ぜひ今僕が今聞,こ聞きたいと思っていることは、はいはい、そのムン・ジェイン政権の裏側にいる、えーま、北朝鮮とか中国の影ですよね、はいはい、この関係ちょっと次回掘り下げたいんで、はい、ちょっと今日は一旦ここで切らせていただいて、はいはい、次の回ですね、えー、北朝鮮と中国そして今のムン・ジェイン政権、はい、この関係についてちょっとお聞きしたいと思いますので次回もまたよろししくお願いますよろしくお願いします。